総太郎チャンネルの総太郎です。おはようございます。総太郎チャンネルの美咲です。はい、今日はですね、エクストリームディビジョンですね、 LDJ のエクストリームディビジョンに参加してポイントをゲットしに行くために、朝から朝霧カントリークラブの方に、向かいたいと思います。土日と試合があるんですけれども、本日は、土曜日、私は土曜日の1試合だけ出場しますんで、日帰りで朝出発して試合出てその日に帰ってくるっていう流れで、安全運転で行きたいと思います。今日もね、一緒に岬行きます。はい、どうぞ。これは私が英語を習っているもう一個の上の PI クラスのもう一個の合計100分やるあのスーパーラーニングという絵本です。今から読んでみたいと思います。Once there was a boy named Kintaro. He was strong and kind. Kintaro practiced sumo every day. Go, Kintaro, hanging a bell. I'll give up. You are strong, Kintaro. Kintaro and his friends play tug of war. Hip ho, hip ho, hip ho, hip ho.はい、無事に着きました。朝霧カントリー、クラブ様です。先日ね、お邪魔した時は、軽いアゲンストでしたかね。350ヤードぐらいで、エクストリームディビジョン5位だったんですけど、今日は、まあ富士山は今のところはまだちょっと見えてないんですが、かなりのフォローですね。この打ち下ろしで、このフォローだったらすごいいい記録が期待できるんじゃないでしょうか。で、ここのコースレコードが412ヤードらしいので、今日みんな相当気合入ってますんで、いい記録、ね、狙ってね行こうと思ってます。まあお楽しみにしていただければと思いますんで、試合の方行ってみたいと思います。はい、ティーグラウンドですね。で、今日はかなり雲が少し晴れてきまして、フォローはすごく強いですね。旗も、フェアウェイ方向に向かって吹いております。で、こんだけ風強いと多分狙いはですね、このバンカーの右にある木の奥にグリーンがあるんですけど、ここだけですね。多分これより右行っても左行ってもダメなんで、本当に点で狙うみたいな、かなりシビアなんですけど、まあかなり狭いと思うんですけど、頑張ってやっていきたいと思います。ご期待ください。で、エクストリームディビジョンですね。はい、私はですね、エクストリームディビジョンの、2組目の第2番打席、真ん中になりますね。まあ今回もまあ、ハイボール打てる選手たくさん出てますんで、この風に乗せたらね、すごいいい記録生まれるんじゃないかと思って楽しみにしております。日本記録、まあ私の自己ベスト425、これもちょっと切れるように頑張りたいと思います。はい、ですね、まだ試合前なんですけど、私のエクストリームディビジョンの前なんですが、富士山が見えてきまして、風が結構強くなってきました。で、今なんと女子が終わったんですけれども、深澤選手も頑張っすごくねいい球打って頑張ってたんですけども、長谷川選手はですね、なんと、日本記録380ヤード叩き出しまして、優勝されてました。おめでとうございます。まあこの女子でね380ってものすごいと思うんですよ。で、この後、シニアとかね、始まっていって僕らも始まっていくんで、好記録期待していただきたいと思います。頑張ります。はい、第1対戦記録の方出ました。1番打席石川選手、残念ながら記録の方生まれませんでした。2番打席武田選手、384ヤード。3番打席岡田選手　 400
40度。また記録更新。5分ぐらいかな。何なんだこれ。やべえな。やべえな。440やべえよコンサ。なんかまた間違えてないか。間違えない。1番打席、近藤哲也選手。そう、押してます。2番打席、長原宗太選手。やばみだよ、この回。3番打席、高橋和樹選手。それでは参ります。グリッドイズクリア。グッドラックフェアウェイ。こんちゃん完璧だこれ。うわ高っ。入る入るよ入るよ。トータルのちょっと曲がったな。ドヒートだけ。はい右。はい右。はい右。お父さん頑張ってね。出ちゃうかちょっと。ああこんちゃん一人。オッケー。あれ入ったっす。あカズキ来たね。あそこっすね。来た。木の上からドロー。完璧。三八。わからんよわからんよ。わかんねグリーン乗ってるかもあれ。今はすげえなまだ。あれもうちょっとそうだな。おー来た。あれ来たっしょ。なんでここにさ何もない。いや多分どこ落ちてるか分かんない。なんで何もないか。あボール見てなかった。ボール見てなかった。飛んでたけどもちょっと切れてしまったファール。え入ってないのみんな。え僕入ってないですか。入ってないの。あれみんなまだ入ってない。入ってねえぞみんな。マジある。あ、ソータロギリ誰も入ってないの誰も入ってない誰も入ってない魔法の450オーバー今、右サイドギリギリじゃないですかギリうわ両方ともファールうわどこじゃどこでばいいの今の入ってないんか飛びすぎなんだよ飛びすぎなんだよ3番打席、ワンオン宣言がありました豊田達弘選手いいね、いいポイントバッチリ映ってますグリーンやっぱグリーンですってね、グリーンの右端ギリギリでファールグリッドイズクリア左外れてらしいグッドラフェアウェイ激狭っすよ激狭、グリーン以外ダメだ超いいと思ってたんですけどねあ、そこですねよし。緊張するな。どこ行った？ドテンプラ？満点。やばいとかだった。衛星が落ちてくるんじゃないか。満点の星。大丈夫か？入れた。ガラにもね。入ると思うよ。飛びすぎなきゃ。見えない左左ですねハイフックハイフックあれめっちゃ天ぷらっすあれ球上げに行ってるからやろうかなですね、うん、おおこれはいいんじゃないですかツーボール左方向かなフレフレあっドッティーピチーギュドチーギュですチーだよねドチーですどう3球しかないよいやいや左見足りる足りること足りるえどこ打ってるか分かんないんだブルーおよそ400おお大丈夫です今グリーン方向向いてるんでそっち振っておくべきですよっしゃ
フルでちょっと万力見っすよ。万力見してます。画面が揺れる荒いで。来たー！来たー！来たー！吠えた。どうだ？大丈夫です。本当に来てますか？今の方がいいや。いいっす。もう振っちゃってください。分かんないっす。もう。マンティ。普通に打ってんだけど。今日のポイントランキング荒れるな。やばいな今日。大丈夫ですよ。まだ勢いあるんで。ブルー440ヤード。おお！来た。本当に来た。24秒。あ、マンチーよっしゃどこ行った。マンチっす。左初速120ぐらいさ。全然わかんない。今日みんなめっちゃ残り10秒が見えねえ。天ぷら勝ちでした。あれ俺6球打った6球打ちました。なんか早かったよ。ペラペラ どうですか。しかも俺ってやばくない？いや、最高です。いや、最高です。みんな幸せですよ、これで。はい、記録の方出ました。3番打席豊田選手、残念ながら記録ございませんでした。1番打席高橋選手、408ヤード。2番打席稲津選手、444ヤード。優勝稲津選手になります。おめでとうございます。記録も現状更新しております。すごい、初の400、アンド日本記録。すごい、すごい、すごい、やった、超嬉しくてよかった。はい、稲津選手の劇的な日本記録と、優勝ということで幕を閉じたエクストリームディビジョンだったんですけれども、この後ですね、オープンディビジョンは当日エントリーが可能でして、僕たちエクストリームディビジョンも出ることができるんですね。で、順位とはオープンの順位とは全く関係なく、エキシビジョンという形で参加することができるんですけど、めったに、まあ、こういう好条件で、打てる日ってないので、まあ、僕10年やってきましたけどないので、今日はリエントリーして、当日参加でね、オープンの方でエキシビジョンこの後打ちたいと思います。近藤選手と高橋和樹選手と豊田選手も、打つということなんで、この後オープンに参加して稲津選手の444をさらに抜けるように、この後ちょっと気合い入れてもう一回頑張れるみたいなんで頑張っていきたいと思います。その模様は次回、次の動画でアップしたいと思いますんで、このエクストリームディビジョンはダメでした。ポイントは取れなかったです。ただ次日本記録だけ目指して満振りしますんで期待してください。ご視聴いただきありがとうございました。